こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、異端の超古代文献、古史古典について解説していくぜ。現存する日本最古の歴史書。古事記や、日本書紀より古いとされている歴史書だね。漢字伝来以前の書と言われ、アカデミズムから、偽書扱いされているのがこれらの超古代史書だぜ。史学界では、その存在自体が認められていないわけだよね。この動画を見れば、そんな、古史古典に記された驚きの内容がわかるぜ。それではゆっくりしていってねー。日本最古の歴史書は和道5年に編纂された、古事記であり、現存する最古の正史は養老4年に完成した、日本書紀とされている。その一方で、それ以前に成立した超古代史書が存在するとの主張があり、それら異端の史書や反危機的内容の史書群は、古史古典と総称されているぜ。学会の主流は、古史古典は偽書である、と断じて史料的価値を認めようとはしないんでしょ。しかし、正史とされる日本古代史は大和朝廷の王権の正当性を確立するために組み立てられていて、正当性を少しでも揺るがせるようなものは意図的に抹殺されてきたんだ。きゃあ、怖い。危機も明記しているように、国史イコール天皇家の正史を編纂するに際し、朝廷は諸豪族が継承してきた固有の神話や伝承を提出させたが、編集の過程で不都合な遺伝を封印、抹消したことに疑念の余地はない。しかし闇に葬られた異様の日本古代史の一部は、朝廷不覚に隠され、あるいは密かに受け継がれ書き継がれてきた。それが古史古典であり、偽書として切って捨てるわけにはいかないんだぜ。発見されている古史古典はどれくらいあるの？現在までに30種余りに上り、漢字伝来以前の日本に存在した文字とされる。人代文字で記されたものもあるんだぜ。へえ、そうなんだ。古史古典と呼ばれる歴史書は、残念ながら現在の史学界ではその存在自体が認められていない。その理由はいくつかあるんだ。どんな理由なの？危機や、聖徳太子時代に編纂されたという、スメラミコトの文。国津文よりも成立年代が古いこと。危機等の正当な史書は神武天皇を、初代とするが、古史古典の多くが神武天皇以前に数十代から数百代の天皇を載せている。つまり、古史古典では神武天皇は初代ではない。古史古典の多くが漢字渡来以前の古代日本文字、神代文字によって書かれているか、もしくは、神代文字を載せている。といった感じで、史学界からすればもしこんな、代物を認めてしまったら、従来の日本史体系が根本から崩壊してしまうため、絶対に認められないというわけなんだぜ。その辺は、カトリックの総本山バチカンが、司会文書を、正当と認めないのと同じ感じだね。まあ、そんなところだな。神代文字とは、中国から日本に漢字が渡る前に使われていたとされる。言ってみれば縄文時代の日本固有の文字のことだ。神代文字または、神代文字と読むぜ。神代文字は、88種の音量が持つ意味の心や感情、意志、理論を形に表したもので、人と共鳴しやすいものだと言われている。複雑な曲線や丸や三角の図形が組み合わさり、独特の体を成しているのが神代文字の特徴だぜ。古代人は言葉による伝達を行っていたのかな？いや、むしろ直接的に意思を伝えるいわばテレパシーのようなもので、互いのコミュニケーションを図っていたようだ。文字を使うのは、主に記録を目的とした時に使っていたのかもしれないな。なるほどね。神代文字は昔から神道家たちが中心となって、その存在を密かに継承してきたんだ。神職関係者と強いつながりのある神代文字だが、その理由は神代文字に秘められたパワーと無関係ではないだろうな。どうして？書き表された幽体文字やカタカムナなどの文字には強い、気が宿っていて、一つ一つの文字が魔法陣のような機能を秘めているそうだ。そのような、気が宿っている神代文字の活用法が注目を浴びているぜ。わぁ、どんな効果があるのかしら。特定の神代文字を体に直接書くと患部の痛みが和らいだり、細胞が活性化したりする効果が期待されていて、最近では鍼灸院などでも患者さんの体に神代文字を書く治療を施す場所が増えているようだぜ。それはすごい力だね。古史古典の多くに神代文字が登場している。上津文は豊国文字、発末体や、三笠文は発末文字で書かれていて、全文でなくとも神代文字が使われている古史古典は多くあるんだ。深見文書には春日文字など、竹内文書には百種以上、宮下文書には阿蘇山文字、物の部文書には物の部文字、津軽外山文史には坪消す長き文字などが出てくるぜ。ふむふむ、また、津島の浦部、アビル家において発見され、平田篤胤によって、ひふみとして紹介されたアビル文字、アビル草文字がある。静岡の浅間神社、神奈川の大山阿夫利神社、埼玉の三峯神社などの神院や、
洞窟や岩などにも神代文字と言われる文字が記されているぜ。なんだかすごい文字なんだね。しかし、神代文字をめぐってこれまで多くの学者の間で議論してきていて、今なお存在についてはっきりとした確証がない状態なんだぜ。あら、そうなのね。古式伝には様々あるのだが、中でも壮大なスケールで書かれ、内容も文を抜いて異彩を放っているのが、竹内文書だぜ。それはどんな文書なの？竹内文書は、太古、現在の富山県富山市久郷の、鬼神山イコール呉葉山に、鎮座していた高祖皇太神宮神宮の宮地家、竹内一族に伝承された文献、神宝の総称だ。高祖スベラギブト神宮は人類発祥以来の歴史を誇る古社だったが、一旦廃絶し明治末期に竹内清麿が、現在の茨城県北茨城市磯原の地で再建して天津経を起こし、昭和初期に、竹内文書を経典として公開したんだ。これで謎多き超古代文書の存在が初めて世に知られることになったんだぜ。それがきっかけだったんだね。数々の文書、系図、神代文字を刻んだ神剣、神経など数千点に上る文書や器物からなる。竹内文書の中には、超古代天皇の骨を砕き固めて作ったという、神体神骨、イエス、キリストの遺書と遺骨、モーゼの実解石、謎の金属、ヒーロ金、ムー大陸時代の超古地図など、常識を遥かに超越した驚愕の遺物も含まれているぜ。何それ、凄すぎじゃん。文書群には、原始神の大宇宙創生から神々の地球降臨、過去二度に及んだ人類文明の盛衰までが書かれている。もう少し具体的に言うと、宇宙第一の原始神は、元文くらい主の大神といい、同神から分かれて第三代の、雨月は彼主の狼に至り天地ができたとし、その年数は実に224億32万16年だったとされているぜ。なんだか話が壮大になってきたね。そして、天神七代に続き、上古第一代、雨日の元足利き君主光狼スメラミことが、神帝により神々のふるさとである銀河系から地球に降臨して超高度な文明を建設した、人類の黄金期とも言うべき上古25代の時代を迎えるぜ。ほえー、その第二代、作りの式よろず鬼光スメラミことの、即位6億8660万621年の時、16人の帝米や王子たちが全世界に移住し、世界五大人種の騎人、赤人、青人、黒人、白人の祖になったんだ。彼らの名は、天竺万三黒人ミツトソン、ヨイロパアダムイブヒ赤人ヨソミン、アフリエジプト赤人ミツトソンなどで、それが、旧約聖書が人類の祖とする、アダムとイブ、地名の、天竺、ヨーロッパ、アフリカ、エジプトなどの語源になり、ボストン、ヨハネスブルクなども彼らの名に由来する、と説いているんだ。ほんとかしら。それだけではなく、各民族の言語をはじめ、ピラミッドなどの地上文明のすべては天皇の系譜から創造されたというんだぜ。おう、この黄金時代は世界の中心は日本であり、天皇は絶対権力を持った、万国統領として世界人民のトップに君臨した。そして天空を飛行する、天の浮船を駆使して地球全域を巡っていたんだぜ。まるでおとぎ話のようだね。気が遠くなるほどに長期間の記述はすべて神代文字によってなされ、数百十種もの神代文字が用いられていた。ただし武烈天皇の時代、竹内の宿根の孫であるヘグリのマトリによって、漢字、カタカナ混じり文に訳されたため、現代まで伝えられた神代文字はごく一部のサンプルしかないんだぜ。原本はどうなっているの？原本も現存していないんだ。昭和期、内容の一部が不敬罪に当たるとして押収され、東京大空襲で消失してしまったそうだ。ただし一説によると未発表のものがあり、しかるべき時が来るまで秘密の霊句に封印されているとも言うぜ。お目にかかる日は来るのかしら。竹内文書には、6500年後に地球は荒れ果て人類が紛争や化学物質の乱用で存亡の危機に陥る。その時にもう一度天神が天下られ五色神の世からやり直される。人類の腐敗が極限の状態になった時に神が再臨する。このような予言が書かれているぜ。まるで、キリストの再臨を彷彿とさせる内容だね。ただし6500年後というのが、いつから数えてなのかが不明ではあるんだ。人類最古の文明とされるシュメール文明は6400年前だ。それから数えると6500年後というのは現在のことになる。現在の地球では分断が進み化学物質の乱用で人類が滅びかかっているぜ。この予言が本当になってしまったら、久喜家の遠祖であるアルアメの小屋根の御事の時代に記録された、神代文字の原文を藤原の不人が漢字に書き改めたもので、単語は矢部の久喜氏が保管してきたと言われている。アルアメの小屋根の御事は、久喜では高尊ににぎの御事に従って、高間ヶ原から高千穂に降り立った天津神の一人とされる神だぜ。ふむふむ、
この文書の本来の性格は苦気浸透の教義で、神代史はその一部に過ぎない。その内容の一番の特徴は、出雲王朝を正統としていることだ。万国の首都である高間の原は出雲の地にあり、スサノオの系譜に現在の天皇が繋がるとされているんだぜ。ほう、そうなんだ。また物の部氏滅亡の際に、アメツチノコと文の写しが、森屋一族、大中富一族、春日一族、越前の竹内一族によって、保存されたという古式古典の伝承に関わる記述がある。日本とユダヤの交流を記している点でも異色で、この文書の公開を働きかけ、深見文書の研究を書いた三浦一郎は、日ユダ祖論者として知られていたんだ。深見文書は、竹内文書の影響が強いと指摘され、出現経緯や内容、表現から見て、近代以降の成立であることは明らかだ。また、綾部の大本京都の関係が深いとも言われているぜ。なるほどね。富士山の北麓、現在の山梨県富士吉田市を鷲見の旧家、宮下家に伝わる古記録、古文書の総称だ。第7代皇霊天皇の73年、日本へ渡米した徐福が阿蘇山大神宮の神官36家が所蔵する、神代文字で書かれた超古代文書のほか、皇妃や伝承を修正したものと言われているぜ。どんなことが記されているの？当初によれば、天津国まぐりの国から天降った、カムミムスの作彦の神が富士山麓に高間ヶ原町を開き、知人第4代神王、彦ホホデミの第一王子、阿蘇尾の御が神道九州霧島山に移し、受け官府御祖町を開いて初代神王となり、この王朝は51代続いた後、神武天皇の、カム山都町にとって変わられた、とされているぜ。ふーん。天保8年、現在の大分県で発見された。序文によると、上王2年、文後国守護、大友義直が、新張の木や、高千穂宮司家文書などを元に編集したといい、全文が豊国文字という神代文字の一種で記されているぜ。ふむふむ、原始神、雨の御中主の神から神武天皇までの神代史を書いていて、神武王朝に先行して72代に及んだ、宇賀屋吹会津朝が存在したとしていて、この主張は、竹内文書と共通しているんだ。その他、政治、経済、軍事、産業、交通、天文学、歴法、医学、夜勤、土曜工、一般風俗などにも言及しているんだぜ。まさに超古代の百科事典といった感じだね。とりわけ注目すべきは、三神族との関連だ。豊国文字は作家で参加研究家の三角博士が採集した古代三神族文字とほぼ同一で、しかも三神族には、大友義直が自分たちの古典を盗んだという伝承があるんだぜ。ほう、そうなんだね。現在の滋賀県高島市宿川町に鎮座する、三尾神社の神宝として伝存してきた超古代文書だ。押して文字を用い五色町の超過体で記されていて、全40章、1万700行余りからなっている。紀元前7世紀頃の成立と言われ、危機の原書として評価する研究家もいるのだが、もちろんアカデミズムは認めていないぜ。やっぱりそこは固くなに認めないのね。天地開闢から神代、神皇初代の、カム山と言われ彦の御子とイコール神武天皇の即位を経て、神皇第12代景光天皇56年までの歴史を記述している。扱う時代は危機とほぼ同じだが、神代の出来事は天上界ではなく実在の人物により、日本列島上の実在の場所で起こったとしている点が、危機とは大きく異なっているぜ。なるほど。また、宇賀屋吹会津町は一代限りであったとして、皇室の成立と歴史、国号の変遷、神武当選の背景、天皇即位儀式の変遷、伊勢神宮他主要神社創建の由来、自然神の祭祀、歴法、婚姻や葬儀の方法、禊ぎの方法、大和言葉の語源、押して文字の成り立ちとその意味などが記されているぜ。盛りだくさんだね。もし新書であれば、日本の建国の経緯と古代日本の文明を明らかにする貴重な文献となるぜ。おお。昭和24年に第一電気測定のために全国各地を調査していた楢崎光月が、兵庫県六甲渓近町山頂近くにあり陰陽寺、芦屋道満の墓と言われていた小塚付近で、片鎌名神社の宮司、平藤寺を名乗る老王から授かった超古代科学の原理書だぜ。古代科学、それは気になるね。用いられているのは、丸と十字を基本とした図像文字だ。数ある神代文字の中でも全く特殊なもので、これを、八分円図像とか八経過密文字と呼んでいるぜ。解読は難重を極め、20年以上もかかったと言われているぜ。それほどまでに難解な文字は、結局何と書かれていたの？遥かな超古代、日本には、カタカムナ人と称する高度な文明種族が占住していて、八分円図像を用いて超高度な科学知識を表現し、星々の運行から現代の素粒子の問題まで解明していたと書かれていたぜ。おお、果たしてその真相はいかに？古代津軽、現在の青森県を構成していた六郡のうちの、
エルマ、アリマ、オキホの三群を中心とした古代以来の、歴史、史詩、宗教、社会、民族などの伝承を修正した資料集だ。神武統制の最大の抵抗者だったバガスネビこと、その兄、アビヒコの子孫と言われる津軽の旧家、秋武と姻戚関係にあったわだけに、門外不出として密かに伝えられてきたと言われているぜ。その門外不出の秘密の資料には、何が記されているのかしら。秋田のリスエと和田長三郎義次が全国から古記録を収集し、18世紀末の寛政年間に編纂したが、その後も過失され続けたんだ。1970年代、長三郎義次の末裔で青森県五所川原市在住の和田喜八郎が公開し、一般に知られるようになったぜ。ふむふむ。戦死時代、津軽に占住していた、阿蘇部族と、坪家族の対立、構想、岩木山の大噴火による悲劇、大和にあった邪馬台国連合の族長、バガスネビコとヒューガ族長の、イワレビコとの対決、邪馬台国連合とヒューガ族との熾烈を極めた戦い、バガスネビコとアビヒコの津軽亡命、荒幅貴族の形成と荒幅貴国家の成立、荒幅貴軍の南進と大和制圧、荒幅貴系天皇の擁立、神武王朝歴代天皇の征夷軍軍事行動と荒幅貴族の反撃、土佐港の大津波など、驚愕すべき異様の歴史が綴られているぜ。とても壮絶な内容のようだね。そしてこれは皇帝派と否定派の間で激しい審議論争が起こったことでも有名な腰子伝だぜ。へえ、そうだったんだ。聖徳太子が推古天皇の命を受け、編集したものとされている、伊沢の宮の神子から長野うねめによって発見され、1679年に出版された高野本猿伏たんだ。歴史的記述と文化的格論を加えた膨大なスケールの文献で、前編に真珠仏三教一致思想が流れていて、特に経典というものを持たない神道の経典的性格を有している。歴史的記述は、バガスネビコの滅亡名説や飯豊の姫御子、聖帝天皇として天皇に立てるなど、遺伝を多く伝えているぜ。なるほどね、伊沢の宮の方が伊勢内宮より古くからアマテラスを祀っていたという記事が、伊勢神宮の反発を招き、江戸幕府により義書として禁圧されたんだぜ。じゃあ、詳しいことは分かっていないの？文書の由来や作者などには依然謎が多いとされているぜ。それは残念だね。以上に紹介したものの他に、阿蘇平立神社文書、阿部文書、阿部文献、忌み字由来記、大友文献、忍実伝天孫記、海古石古、春日文書、神無響、吉丹古伝、神殿上城天皇記、神道原典、田島古事記、漢押しでも到来伝え、物の部文書など、多くの古史古伝の存在が知られているぜ。そんなにたくさんの古史古伝が存在しているなんて驚きだね。ここまでいくつか紹介してきたが、教科書で習ったような歴史とは驚くほど違ったと思うぜ。うん、すべてが覆るほどの衝撃的な内容だったね。まだまだ、古史古伝には、危機などの、正当な歴史書にはない様々な内容が散りばめられているんだ。しかし何度も言うように、私学界はあくまでもこれを異端だとして認めていない。中には、竹内文書のように、国家権力が可能幸吉博士など、東大の赤学を総動員して、義書の烙印を押したものもある。言論、研究、思想の自由が保障された戦後日本の現代でさえ、名のある歴史学者は未だに手を出そうとはしないぜ。古史古伝は果たして義書なのかしら？今後さらに研究が進められ、現時点の常識が覆る日が来るのか楽しみだぜ。うん、そうだね。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は卑弥呼のことをどのくらい知っている？歴史の授業でも比較的初期に登場してくるよね。そうだな。だから知っている人も多いのではないだろうか。名前はもちろん知っているけど、実はよくわかっていないかもしれない。今回は卑弥呼に関連して、歴史の闇に葬られた貴重な古史古伝を3つ紹介しようと思うぜ。卑弥呼に関連した古史古伝を紹介してくれるんだね。その中で、卑弥呼に関する謎を解き明かしていくぜ。それではゆっくりしていってねー。卑弥呼とは、まずは卑弥呼について解説するぜ。卑弥呼は、邪馬台国を統治した女王だよね。ああ、2世紀末から3世紀前半にかけて邪馬台国において君臨した女王だ。今でこそリーダー的女性は多いけど、なぜこの時代に卑弥呼は女王になれたの？かつての邪馬台国は、長い間、男性の王たちが統治を行っていたが、男性が統治を行っている間は、戦乱が数多く発生し、争いが絶えなかった。そのことを重く見た和人の主張たちは、話し合いを行った上で、争いを鎮めるために、女性である卑弥呼を女王として抜擢したと言われているぜ。そういうことだったんだ。それで争いは終わったの？卑弥呼が女王になると、ピタッと争いはやみ、邪馬台国に平和な期間が訪れることになったぜ。それはすごいね。
でもどうして争いをなくすことができたの？卑弥呼の統治方法だが、鬼道と呼称される占いのような手法を使って、当時の日本を治めたと言われているぜ。独特な手法だね。これは当時の日本においても画期的な方法であったと言えるぜ。そして、卑弥呼が歴史的に重要な人物となっているのは、義に国を挙げて使節を送り、主を含んだ数々の金品を献上したという歴史的事実にあるぜ。その使節のお返しとして義からも使節が送られ、真義は王と刻まれた金印とともに数々の金銀財宝を送られた。この出来事は何を意味するの？これは、義が卑弥呼をあの国王と認めたということの証でもあり、歴史上でも大変重要な出来事となっているぜ。なるほど。義から日本が国であると認められたのは、1世紀末に和の名国が五冠に朝貢を行って、皇武帝から、漢の名の和の国王印を授かって以来のことだったぜ。そして、卑弥呼はこの事実を広く全国に知らしめ、自らの権威を高めるために、義の国から授かった金品等を国中に配ったとされ、現在もなお、当時義から送られた金品が日本各地の様々なところから見つかっている。卑弥呼はその後も、たびたび義に使者を派遣して外交を行っていたと言われているぜ。卑弥呼は、日本の地位を高めようと奔走していたんだね。一方で、民衆の中で卑弥呼の姿を見たことのある者は、ほとんどいなかったそうだぜ。政治をやっているのに？いつも政治の表舞台に立つのは卑弥呼の弟であり、卑弥呼自身は外に出ることはほとんどなく、民衆の前に姿を現すことはなかったそうだ。陰で政治を操っていたんだね。また、卑弥呼は生涯結婚をすることもなく、下働きの女性と、たった一人の弟である男性だけが卑弥呼の身の回りの世話を行っていたそうだ。生涯独身だったんだね。そして、卑弥呼の住む家の周りには高い柵が建てられていたこともあり、視界が遮られて誰も彼女の姿を見ることができなかったぜ。限界態勢だね。義書統偉伝話陣の情によれば、卑弥呼は、鬼道を使えとし、翼衆を惑わすとあるので、呪術力を持った巫女のような存在だったとされている。しかし、単なる巫女とは違い、邪馬台国という大きな国の中で君臨し、30に及ぶ和の国々を従えて様々な大陸とも交流を行っていたと言われていた。まさに強大な力を持つ女王だったんだね。しかし247年に、クナ国の壇王と不和となって戦争となり、その争いの最中に卑弥呼は亡くなってしまったということだぜ。その時卑弥呼は何歳だったの？義師統偉伝話陣の情によれば、卑弥呼は亡くなった際、80歳を超えていたと思われる。時代を考えたら長寿だよね。邪馬台国の人々は卑弥呼の死を悼み、大きな墳墓を作って、そこに奴隷100人以上が一緒に殉葬されたと言われている。その墓はどこにあるの？しかし、その卑弥呼の墓も、邪馬台国もどこにあったのか、現在に至ってもなお不明なんだ。それは残念。当時日本にまだ言語というものが普及していない時代であったので、卑弥呼に関する情報は非常に限られたものとなっているぜ。日本書紀や古事記に卑弥呼に関する情報は記載されていないの？日本に残っている資料にはほとんど卑弥呼についての記述がないぜ。それは当時の政権の何らかの思惑を感じずにはいられないね。それでは、歴史の闇に葬られた貴重な古史古典を、3つ紹介し、卑弥呼に関する謎を解き明かしていこう。よろしくね。深見文書。まず最初の古史古典は、深見文書だぜ。深見文書は、古代出雲王朝の正当性を主張する書物だが、偽書の可能性もあると言われているぜ。そもそも、古史古典って何なの？古史古典とは、古事記日本書紀などの古代史において、日本の正史とされる主要な資料とは異なった内容の歴史を伝える文献を、総称したもののことだぜ。古史古典は大変種類が多いこともその特徴となっている。なるほど。また、文献の解釈も、個人的になされたものがほとんどだ。世の中に広く広まっていないものも多くあり、資料としての価値があまりないものも多い。それダメじゃん。そもそも資料の記載方法や表現方法がその資料を書かれたとされる。時代時代で異なっており、内容についても事実なのかどうかが疑わしいとされていたものも多くあるぜ。紛らわしいね。しかし、その中にも記載内容を否定できないとされる資料も複数あり、深見文書もそのうちの一つとなっているぜ。深見文書とはどういう書物なの？深見文書は、深見家の当園である雨の子屋根の巫女が、神代文字で記されたとされる文書だぜ。神代文字って、漢字が伝わってくる以前、日本で使われていたとされる文字のことだよね。そうだぜ。深見文書は飛鳥時代から奈良時代に、藤原の人がこの神代文字を読み解き、漢文で書き換えたと言われている。雨の子屋根の巫女って？雨の子屋根の巫女は、日本神話に登場する神だぜ。引きで高村に右の実のこととともに、高間ヶ原から高千穂に降り立った天津神であると言われている。ふむふむ。この文書は実に長期間の記録となっており、
宇宙の始まりから明治時代までの出来事を綴った非常に壮大な内容となっているぜ。宇宙の始まりからとは、ほんと壮大だね。神代文字で書き始めたものが誰かということまでは分かっていないが、藤原の不死とをはじめ、様々な人が代々出社してきており、各時代の出来事や系図類、神道関係の文献などを書き加えてきているぜ。だから、時の経過とともに文書の内容もどんどん壮大なものになっていったのかな。そうだな。こうして、歴史的超大作が生まれたのだろう。過失を加えた人物の記録は花押とともに丁寧に残されているぜ。花押って印鑑みたいなこと？辞書の代わりに使われる記号や符号であって、古来のサインみたいなものだぜ。へぇ。神家では初代の高座根、9代目の吉高、11代目の高末、19代目の高広、21代目の高春などが、過失を行った記録が残されている。また、藤原南家からはムチマロ、藤原北家からは諸忠、熊野別当からは狂信、丹蔵、丹海、同心などの名前も残されているぜ。こうやって、代々様々な人の手が加えられて区神文書は成り立ってきたんだね。そんな区神文書だが、研究を行った第一人者は高松利次という人物だぜ。どういう人物なの？高松利次は武道の達人とも言われており、久喜神流から独立し、久喜神流長水派の創始者でもある。第二次世界大戦中には天津満州において約10年間、戦争にも参加しているぜ。そんな高松氏だが、文武両道を体現しており、区神文書の研究にも熱心に取り組んでいて、天津たたらひぶみという書物を36巻も記述し、序文をつけて解説している。区神文書の内容はどうなっているの？区神文書では、日本の歴史を7期に分類しているぜ。第一期が増加準備時代と名付けていて、創造神である元津渡瀬のおほかみが登場する時期で、約23世に2万3000年続いたとされている。続いて第二期では、増加時代とも言われ、312代もの神様が統治し、5万年ほどの期間となっている。ふむふむ。第三期は、作り方めなせの神王時代で有名な神様である、イザナミが登場し、2万年続くぜ。第四期は万国統治神王時代で、アマテラスをはじめとする神様が登場し、出雲王朝への国譲りまで8000年、第5期はスメラミコトの時代で1200年、第6期は神武天皇の時代、そして第7期は明治天皇以降の時代とされている。なるほどね。そんな区神文書だが、記述の中で特に目を引くのは、日本の三鬼神でもあり、スサノオツクヨミと並び立つ、アマテラスという神様が2人いたという内容だ。三鬼神のアマテラスはスサノオの姉だよね？もう1人いるの？もう1人は、スサノオの娘とされているぜ。二人のアマテラスとはびっくりだね。また、第四期でも言及のある通り、出雲王朝こそが、現在の皇室のルーツであるという主張をしているぜ。もしこの説が事実だとしたら、日本の皇室のルーツを根底から覆すものとなってしまうよ。そのため、日本書紀や古事記の記載とは一線を画す内容となっているぜ。そして、区神文書には、鬼という文字が入っていることからも、卑弥呼の軌道に通じており、卑弥呼の系譜が作成した歴史観なのではないかという説もあるんだ。ほう、そういった卑弥呼との関連があったんだね。富士宮下文書。続いて紹介する古式古典の二つ目は、富士宮下文書と呼ばれる文書だぜ。富士宮下文書は、富士山の裾野に広がる溶岩の下に、上古代からの都が眠っていたとする記述が残っており、神武天皇が生まれる前に富士山麓で栄えていたとされる、富士高間ヶ原王朝に関する伝承が記載されている。ほとんどの人が富士王朝があったなんてことは知らないよね。当時の政権は近畿地方中心だったことから、甲信越で文化が栄えていたとする記述内容は、不都合であったことが伺えるぜ。そんな富士宮下文書だが、中国統一を果たした秦の始皇帝に仕えていた、序幅を含めた子孫代々が内容を書き足していって作成したとされている。序幅って、東洋の不老長寿の霊薬を手に入れるため日本にやってきたんだよね。そうだぜ。そして、大船85隻もの大船団で富士高間ヶ原を目指して日本にやってきて、象形文字の神代記録や古老の口伝を集め、漢字に書き直して編纂したのが、富士宮下文書の原型だと言われているぜ。その時代に85隻もの船で日本に渡ってきたって、すごいよね。大船団でやってきたことから、序幅がやってきたこと自体が序幅伝説として伝承が残っているという記録もあるくらいだぜ。そして、日本中を旅する皇帝の中で、各地に伝わる伝説を見聞きしてまとめてきた。これが富士宮下文書の原型となり、後の宮下家が読み解いて受け継いでいって現在に至るぜ。なるほどね。しかし、800年に富士山の噴火が起こったことで、序幅が全国からかき集めた文書の原本が失われてしまった。
しかし、幸運なことに写本が奇跡的に残っており、その写本は神奈川県の寒川神社に運ばれ、宮下家が守っていくこととなった。しかし、後に寒川神社も大洪水で流されてしまい、写本も失うこととなってしまったが、また別の写本が用意されており難を逃れたようだ。何度も災難に遭ってきたんだね。何度も難を逃れた富士宮下文書が、宮下家の家宝から発見され、内容が再編され、神農記という文書として世の中へ公開されたぜ。その内容は？徐福が日本に来る遥か昔、神農という神が大船団を組んで日本へやってきたという内容だ。そして、徐福と同じく今の富士山である蓬莱山に定住したという。そして、神農はここで子孫を残し、国土開拓に従事していったという内容だ。日本の神の祖は神農だったということになるよね。そうなんだ。この記述が事実だとすると、日本の神の祖は神農だったという衝撃的な内容となっているんだぜ。神農って中国の神でしょ。そう。神農は中国の神の一人だぜ。これが事実であれば、日本の祖先のルーツは中国だったということになるね。また、富士宮下文書では神々が生まれて住んでいたとされる高間ヶ原は、天上界ではなく富士山の裾野にあるという記述もあるんだ。それは神農が日本の神であるということを指しているとも言えるよね。このように、宮下文書は富士山麓一帯を神と、つまり高間ヶ原と位置づけている自伝だ。そして、富士山に高間ヶ原があったことは、別の古代書でもある仏末帯の記録とも一致している。そうなんだ。宮下文書には他にも富士山の一角に天神を呼び、高僧祀る大神宮を建立するという記述があったり、大物主の神と猿田彦神が共通の祖先から分かれたこと、さらに宇賀や王朝とも祖先が同じだったとしている。ふむふむ。また、大昔に発生した富士山の噴火についてもその詳細な内容が記載されているぜ。加えて、富士にある湖の起源についても語られているが、これは現代の地球学から見ても正確な内容となっているんだ。富士山麓に文明があったと考えた方が自然だと思えてきたよ。このようなことから、富士宮下文書の記述は正確であり、信頼がおけるという意見もある。卑弥呼の邪馬台国との関連はどこにあるの？邪馬台国との関連性だが、当時富士付近を統治していたのが邪馬台国であり、天皇という存在よりも上位の存在として、君臨していたのが卑弥呼だったという説もあるんだぜ。そうなると、天皇が最上位の存在として置いていた。当時の日本の政権が、この宮下文書の存在を隠したくなる気持ちもわかるね。しかし一方で、古代天皇家の建国は西暦84年と考えられているため、当時徐福がどんな伝承を集めても日本神話を形成することはできないと考えるのが、自然だという説もあり、富士宮下文書は創作なのではないかと主張する学者も多いようだ。だとしても、富士山麓に文明があったという説はロマンあふれる魅力的な説だね。吉丹古伝。そして、古史古伝の三つ目である吉丹古伝について紹介していくぜ。吉丹古伝は1905年に見つかった文書だぜ。それほど大昔の発見ではないんだね。日露戦争の時に浜名勘誘という人物が、敵地の古い墓から見つけられた巻物を見せられ、それを写本し日本へ持ち帰った。そしてそこに記載のあった漢文を解読し、吉丹古伝として出版したことが始まりだぜ。吉丹って？吉丹というのはモンゴル系遊牧民のことで、吉丹族が10世紀初頭に建国したのが吉丹国だ。そこにいた、ヤリツー氏という人物が書物を作って、記録されたのが吉丹古伝と言われている。吉丹古伝の原作がヤリツー氏で、それを浜名が原訳したんだね。吉丹古伝のルーツを見ていこう。938年、吉丹国にめでたい鳥と言われている随鳥が現れた。そして、近くに吉丹国を褒めたたえる言葉が並べられた石碑が発掘された。これを見つけた吉丹国の祖先はとても喜び、このことから、吉丹国のものが漢民族にとって変わる日も近いと感じ、ヤリツー氏がこの石碑の文書を写し、それに伴って資料を編纂して吉丹古伝が完成したそうだ。ふむふむ、吉丹古伝は吉丹国の言葉を漢字に置き換えたものであり、3500字程度と資料自体はボリュームの少ないものではあるが、古代の日韓関係や朝鮮半島との関係、皇室の出自を明らかにしているぜ。それは興味深いね。続いて吉丹古伝の内容について見ていこう。最初の神であるアメウシフーカルメは、アメミシウシフスサナミコを産んだという記載があるぜ。これはイザナギが三鬼神である、アマテラス、ツクヨミ、スサノオを産んだとされる場面と酷似しているんだ。そうなんだ。そして、アメウシフーカルメは、アメミシウシフスサナミコが成長し大人になると、天地に降ろさせた。すると、アメミシウシフスサナミコを神と崇めるシウカラという民族が誕生する。ふむふむ。中国の先住民は日本と同じシウカラ民族だ。シウカラ？シウカラは漢民族が登場する以前から在住していたユーラシア大陸の先住民のことだぜ。
歴史的には周からの勢力は次第に漢民族に圧迫され、現在の中国史が成立した。契丹古典に引用されている文書の多くは、ユーラシア大陸の先住民である周からの神話と歴史が記載されているぜ。へぇ、周からの祖はスサノミコという神で、現在の中国と北朝鮮の国境あたりに君臨していたということだ。そのスサノミコの子孫は文明を生み、満州から朝鮮半島までを支配することとなったぜ。日本や朝鮮半島などに生まれた民族が、この周からから派生した民族であるということなんだね。この周から族の一大勢力である周氏は朝鮮半島と中国東北部に分かれ、それとは別に他勢力の阿修氏族は、中国東海地方へ旅立ったぜ。こうして全国に周から族は広がっていったんだ。契丹古典によれば、この周から族の末裔が契丹族の始まりと言われているが、日本や漢民族の始まりもこの周から族だと言われている。歴史的には漢民族によって中国史が確立しており、中国の伝説の王朝、かや、最古の王朝、殷の皇帝は周から族出身だとも契丹古典には書かれている。しかしその後、天変地異が起こり、西から蛮族がやってきてしまった。その蛮族が力を誇り、周を建国し、殷は滅ぼされてしまうぜ。なるほどね。そのような流れの中で、周から族は中国全土に散らばっていき、様々な民族として生きていくこととなるんだ。つまり、中国の始まりは周から族が力をつけて支配していたが、徐々に漢民族の支配へと変わっていくこととなったんだね。中国周辺へ分散した周から族の中には日本へやってきた人たちもいたということだぜ。また、後の、遠いとも呼ばれている日本、漢周の民族こそが超古代を築いた先住民であるとしている。ふむふむ。実は、古典の神話と日本の神話には共通点があって、殷は、はなりという文言まで記載されているんだ。どういう意味なの？これはつまり、中国のルーツは日本が大きく関与しているということだぜ。つまり、日本人は周から族の一民族であり、朝鮮族や契丹族と同族とされているんだ。マジで？浜梨の著書の表題は、日韓清掃削減であり、日本と韓国のルーツは周から族という共通点があったということだ。へぇ？周から族の神様とされる日尊が、地上のどこに降臨したかは、契丹古典には明記されていないが、文脈からすると中国東北部だと想定されるぜ。ということは、つまり日本人のルーツは中国東北部だということだね。また、契丹古典には日尊が朝鮮半島の八百万族を討伐したという記載があるのだが、これはスサノオが出雲で山田の大蛇を討伐したという記述と酷似しているんだ。アネミシウシフスサナミコとスサノオは同一人物である可能性もあるね。また、契丹古典の冒頭には、神は光り輝くもので、鏡はこの神の姿をかたどったものである。という記載があり、古代の人々にとって鏡は神秘的な力が宿っていると考えられていた。契丹古典でもその考えが記載されており、鏡は火その形代ということだ。天孫降臨の際、アマテラスは三種の神器を二荷の御事に渡すときに、八田の鏡を持ってして自分だと思って大事にしなさいということを伝えたそうだ。鏡は神様だという考えも双方に共通しているぜ。神話が、これだけ日本と共通しているのを考えても、日本人は周から族がルーツであるというのは信憑性があるね。浜梨が記している解釈では、日本人が中国東北部をルーツにした周から族だとすると、神話に共通点があるのは当たり前であり、不思議はないとのことだぜ。なるほど。契丹古典によると、なんと卑弥呼のルーツも周から族だということだぜ。そうなの？卑弥呼の子孫である伊予についても言及されているぜ。伊予留、民を率いて御眞となると記載されている。どういうことなの？つまり、卑弥呼の娘である伊予は、邪馬台国と国の国の戦争が起こった際に、民を率いて朝鮮半島南部にある御眞というところに行ったというわけだ。御眞？御眞は高句麗や新羅に対抗するためにできた、百済や大和王朝の小国連合のことを指すぜ。つまり、伊予は最終的には朝鮮半島に渡ったというわけなんだ。中国最古の、殷は、和国であるという記載があると言っていたけど、和人が中国を作ったということなの？和人のルーツは難しいのだが、西日本に住んでいた民族の呼称であり、中国大陸から西日本の範囲で海上で活動していた民族のことだぜ。和人が中国の元を作ったかはさておきだが、多大なる影響を与えたことは間違いないぜ。3000年前の中国の史書には、和人についての記載があるということや、周王朝が成立して間もない頃に和人が長江していたこと、大和の文化が殷や秦、春秋戦国時代末期の西の文化とよく似ていること、領主公有益の稲作農民の末裔が日本に渡来して、和人になったことなどが挙げられる。しかし、そんな和人も元をたどれば周から族出身だということだ。契丹古典は多くの文書を集めてできた資料だが、短い文書にもかかわらず、日本についても記載されているということだ。
さらに、契丹古伝には卑弥呼の本名についても記載があるぜ。卑弥呼の本名がわかるの？契丹古伝と新羅本義とを称号すると、諫喰姫というそうだぜ。卑弥呼の本名は諫喰姫なんだね。ところで、新羅本義って何なの？新羅本義とは、三国志記という複数ある書物の中の一つだぜ。173年に卑弥呼が新羅に使者を送ったという記述があり、その中の卑弥呼に関する記述と契丹古伝を合わせて確認すると、他にも、契丹古伝には日本人の祖先のことやルーツについて多く記載があるぜ。ここまで、深見文書、富士宮下文書、契丹古伝の内容について、内容とルーツを見てきたぜ。いずれも、偽書の可能性が高いとされているけど、それぞれの文書について、作者だけではなくその文書を守ってきた多くの人々の労力をかけられたこともあり、どれも信じてしまいたくなる内容だったのではないだろうか。そうだね、邪馬台国を統治していた卑弥呼。しかも、ろくに民衆に姿を見せることもなかった卑弥呼の諫喰姫という本名が、はっきりと記されていることや、その謎に包まれた卑弥呼の娘である伊予についても言及されていたしね。そして、深見文書、富士宮下文書、契丹古伝それぞれ、記載した内容が現代の科学技術によって証明されていることがあるぜ。つまり、まだまだ謎の残されている偽書というのは日本だけでも数多く残されているが、その中でも、深見文書、富士宮下文書、契丹古伝の古史古伝3つの文書は、簡単に偽書として片付けられるものではなく、これからも解き明かしていくべきものが残されていそうだぜ。それぞれの作者の意図的なものが現れている可能性や、誤った解釈になってしまっている可能性もあるけど、今後さらに研究を深めていくことによって、明らかになる事実もまだまだありそうだね。私たち日本人のルーツを探る重要な資料と言えるものなので、歴史観が覆るようなロマンあふれる内容となっているぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。見て見て、魔理沙、昨日、竜みたいな雲を撮影できたの。竜雲だな、すごく縁起が良いものだぞ。そうなんだ、なんかご利益ありそうだもんね。竜は昔から、日本と馴染みがある神獣なんだ。そうなのね、どんな馴染みがあるのか気になるわ。それじゃ今回は、そんな霊夢のために、日本は竜に守られているを紹介するぜ。それではゆっくりしていってね。竜に見える日本。例えば小学生の頃、初めて日本列島全図とか、世界地図を見た時直感的に、日本列島って竜みたいだ、と思わなかったか？確かになんとなく似てると思った記憶はあるわ。北海道が頭で本州が胴体、紀伊半島と四国が後ろ足で、九州と沖縄諸島が尾っぽといった感じだぜ。日の丸をバックに日本列島をデザインした T シャツとか、ジャケットの背中なんかを思い浮かべると、ちょっとワクワクするわね。そういえば、竜とドラゴンってどう違うの？いい質問だな。それじゃあその答えとともに、これから竜について紹介するぜ。楽しみだわ。竜とドラゴンの違い。いきなりさっきの質問の回答をするぜ。もったいぶらない魔理沙、好きよ。簡単に説明すると、竜は縁起のいい力の象徴で、雲を起こして雨を降らせる、巨大な蛇みたいな想像上の生き物だぜ。なるほど。ドラゴンは悪の象徴で、炎や毒を吐き、翼を持ったトカゲに似た想像上の生き物だぜ。なるほどね、竜は信仰対象で、ドラゴンは悪の対象ってことね。すごいわかりやすいわ。細かいことは動画が長くなるから、割愛するぜ。ここからは、テーマの通り、竜について解説していくぜ。よろしく頼むわ。日本と竜の歴史。みんなも知ってると思うが、本州は山岳地帯が背骨のごとく連なっているし、四国も同じような感じで西日本最高峰石鎚山を頂点とした山脈が連なっているぜ。そうした山々から天空へと立ち上り、渦巻いてなだれ落ちる朝もやを眺めていても、ふと竜を思い浮かべてしまうんじゃないか？確かに日本列島ってかっこよく見えるわよね。今ではもやとか雲から竜をイメージできる日本人は珍しくないと思うぜ。そうね、竜といえば雲ってところあるしね。だが、歴史を見ると、竜という架空生物の存在とか姿は、どうやら私たち日本人の、ご先祖さん方が独自にイメージしたものではないようなんだ。え？どういうこと？今現在では世界最古の文明ではないか、とも言われる縄文時代。その末期から弥生時代へと移る頃の、日本列島に、竜のモチーフが、大陸から伝わっていた、という学者さんによると、大阪府泉市にある紀元1世紀頃の池上、曽根遺跡から、胴をくねらせて三角の無数の突起を持つ動物が描かれた壺が出土しているそうなんだ。壺に角がいっぱいある動物？これを学会では弥生竜と呼んでいるみたいで、この図柄が確認できる遺物が、日本全国の遺跡の中から30点余り出土しているそうだぜ。
ほうほう、結構出土しているんだね。だから学者さんの見解としては、この時代の日本人は、確固たる竜のイメージを持っていなかったために、古代中国の竜を正確に真似することができなかったのだ、などと結論付けているそうだぜ。あやふやな角がいっぱいある動物っていう認識だったのね。邪馬台国と卑弥呼についての記録で有名な、魏志倭人伝によると、倭人イコール邪馬台国人は入れ墨をしている、という記述があるんだ。入れ墨がどうしたの？邪馬台国にやってきた魏国人は、その入れ墨の図柄の中で、大陸の江南地域では遊者を信仰する、渡つみ族という人々が入れているのと、似たような入れ墨を見かけたらしく、この頃には竜の姿についての概念、イコール、イメージが伝わっていたのでは、という学者さんもいるみたいなんだぜ。入れ墨に竜って、なんだかかっこいいわよね。さらに、古代神道においては、これまでとは違って、もっと古代から、竜が日本に馴染んでいた、と徳学者さんや、古代史研究家の方々もいるそうなんだぜ。何か理由があるのかな？その根拠として挙げられているのが、やはり古事記や日本書紀に記された、神代の時代イコール日本神話にまつわることなどだぜ。確かに日本神話で、似たような神獣いたわよね。例えば、代表的なヤマタノオロチのように、自然の山とか川や海、そして雲や風や炎などに、さりげなく例えて融合させることで、自然の姿や力を、竜に擬態させることによって、古代神道に通ずる、自然信仰にも結びつけているんだ。今、考えればすごい発想よね。現代でもヤマタノオロチの神話は伝説だもん。そうだよな。また、竜神の住む海の宮を、竜宮としたり、竜とつくなや言葉や地名なども多く、深い信仰を表しているように思われるんだ。竜がつく地名って、なんだか神聖な感じがするから不思議よね。やがて平安時代になれば、仏教が一般庶民の中にも浸透していき、日本人固有とも思っていい、美意識、美的感覚といったものが、お祭りされる神仏像にも反映されるにつれて、竜も明確に独自性を帯びてきたんだと思うぜ。この頃から、竜のビジュアルが確定しつつあったのね。竜の立ち位置。日本において、竜は戦いの守り神としてだけではなく、水を司る水神としても、日本各地で祀られているんだ。日本の神様の中でも、トップクラスのポジションよね。八大竜王ともなれば総鎮守として建て祀られ、その地域一帯の自然や人々、すべてを守護していると言われてるんだぜ。八大竜王、中日っぽいネーミングだけどかっこいい。また、竜神は金を好むという伝承も、日本各地に伝わっているんだ。どんな伝承なの？兵庫県加古川市の尾上神社の金については、こんな伝説があるぜ。時は戦国時代の幕開けとも言われる、応仁元年1467年に勃発した応仁の乱の頃、尾上神社の境内に釣っていた金が、海賊に盗まれたことがあったそうなんだ。その金を積んだ船が足摺岬沖に差し掛かると、穏やかだった海が、突如として大荒れになったために海賊たちは、海底の友人様が金を欲しがっているんじゃ、と思い、泣く泣く金を海中へ投じたんだ。その後、たまたま近隣の漁師が魚ではなく金を引き上げ、高野山へ奉納したんだ。ところが金は、尾上さみたい、尾上さのう、尾上帰りたい、尾上帰ると、一人でになり出すので元の奉納場所が判明、ほどなく尾上神社へと戻されたのだそうだぜ。金が勝手になり出すとか、ぶっちゃけホラーなんですけど、しかも喋ってるし、微妙にホラーが混じってるんだよな。また、江戸時代からは浮世絵の素材としても大人気となったようで、神社仏閣では屏風や襖絵、あるいは天井画にも描かれているよな。そうね、天井に描かれているのはよく見るわ。かっこいいよな。日本列島と竜神。昔の人は、自然の中で人間が安全に、安心して暮らしていくためのしつけや、知恵や心得となるよう、子供たちにもわかりやすい物語として言い聞かせてきたんだぜ。そうね、竜神の物語は小さい頃から聞かされていたわ。まあ私たちに小さい頃とかないんだけど。そうだな、なんとなく察してほしいぜ。そうして幼い頃から聞き覚えた話を、また親から子へ、子から孫へと語り継いできたのが、現代でいう民話とか昔話なんだぜ。でも、どんな物語があったかいまいち覚えてないんだよね。例えば、テレビアニメ、漫画日本昔話にも取り上げられていて、小太郎と母竜というタイトルで放映された物語があるぜ。どんな物語だっけ？感動して涙ぐんでしまいそうな話で、今でも YouTube で見れるんだ。長くなるからここでは割愛するんだぜ。長野県の民話である小太郎と母竜だが、同じく長野県内にて、上田地方には、小泉小太郎という、竜から生まれた、小太郎という男の子の物語があるんだ。また、同県の安曇野地方では泉小太郎として、母が竜という、昔話が伝えられているぜ。気になる人はぜひ検索してみてね。竜神伝説。こうした竜から生まれたこの昔話ばかりじゃなく、他の昔話でも同様の事例がたくさんあるんだ。少し聞きたいわ。
小太郎伝説と同じく長野県に伝わる民話、黒姫伝説の黒竜は、大名の姫に恋してしまうんだが、当然ながら阻止されて逆上し、大嵐にて人里を壊滅しようとするんだ。え？振られて逆恨みで人里破壊だと？さらに青森県、岩手、秋田県の三個伝説に登場する、八郎太郎という竜は、人間世界に害を成した竜でありながらも、退治されないんだ。なんだと？不死身？千葉県に伝わる印旛沼の竜伝承は、人間を守った竜が、竜王の逆鱗に触れて罰せられ、ついに殺されるというストーリーになってるぜ。うん？人間を守った竜が、竜王に殺されるのか。なんだか不憫ね。そうだよな。もちろん古代神道や日本仏教における、学術的な裏付けも大切なんだが、民話は当時の大人や子供たちの脳裏に、それこそ理屈抜きで強烈に、竜という存在の素晴らしさを、焼き付けたに違いないんだぜ。素晴らしさってとこには少し疑問が残るけど、時代とともに、竜は架空の生物じゃなくて、ついに神になってしまったのね。竜といえば、水神様よね。そうだぜ、いつの時代も、水、水道、そして田畑の用水路は第一のライフラインだから、休暇であれば井戸近くに、必ずと言っていいほど難点を植え、水神様の小さな祠を祀っていたんだぜ。今でも風水とかでは、水回りは清潔にしなさいってよく言われるわよね。さらに、日本全国各地の神社仏閣を眺めてみれば、クズ竜の伝説、伝承が少なからずあるんだぜ。福井県を代表する、一級河川の名前でもあるわよね。クズ竜川だよな、水がすごい綺麗なんだぜ。クズ竜は大神として厚く建て祀られていて、神社仏閣それぞれに、同様あるいは、違った伝説、伝承が語られているようなんだ。どんな伝説があるの？まずは、奈良時代の平城京跡地、その二条王子あたりから出土したと言われる。木簡には、一大蛇クズ一尾、九つの頭を持つ一匹の大蛇、という一文が記されていて、これがクズ竜だと言われているぜ。若干、モンスターチックになっちゃうわね。ざっと木簡の全文を訳すると、奈良の南山に住む九頭一尾の大蛇に、天然痘の原因となる鬼を食べて退治してもらい、都での有効阻止を祈願した、ということなんだそうだぜ。どういうこと？つまり、平城京の都人たちの間において、クズ竜とは、人を害する存在じゃなく、疫病を食べて利益をもたらす、善竜として信じられていたようなんだ。今までは、恐ろしいイメージの竜だったけど、この話を聞く限り、人間の味方みたいね。さっきまでの伝承とは大違いだよな。次は、千葉の加納山麓の木灘山にまつわる、クズ竜の伝承だぜ。どんなお話なの？いつの頃からか、木灘山には九つの頭を持つ巨大な大蛇が住み着き、村人を襲っては食らった、と言い伝えられているぜ。今度は怖いやつだ。村の長が、都に使いを立て、大蛇退治を願ったところ、大和たけるの御事が、大蛇退治に使わされたのだそうだぜ。あのとんでもない慶光天皇の息子で、兄を殺してしまった人ね。大和たけるの御事の到着を出迎えた村人たちが、大蛇の恐ろしさをたけるに語ると、大和たけるの御事は腰の剣を抜き、この草薙の剣で大蛇を退治してみせる、と。約束して、村人の案内で小川沿いの道を、木灘山へと分け入ったのだそうだぜ。あれ？草薙の剣ってあのスサノオの？その件はややこしいから、また次の機会に解説するぜ。そうしてクズ竜を探し回ったが見つからず、疲れ果てて眠ってしまった隙にクズ竜が現れ、大和たけるの御事を人の身にしてしまったそうなんだ。え、戦わずして負け取る。一方、大和たけるの御事を見送って3日ほど過ぎた、ある晴れた日に、村の娘が小川で洗濯をしていると、徐々に川の澄んだ水が赤く染まっていったそうなんだ。娘はびっくり仰天し、悲鳴混じりに村人たちを呼んだそうだぜ。そりゃあ、いきなり大きな桃じゃなくて、川が真っ赤に染まったらびっくりするわよね。微妙に、日本昔話を絡めてこないでほしいぜ。タケルの御事様が大蛇を退治してくださったからに違いない。いや、もしかしたらタケルの御事様の身に何かあったんじゃないか。などと話し合っているところへ、上流から大和タケルの御事が泳ぎ流れてきたそうなんだ。大和タケルの御事、生きてたー。つい油断して、九頭の大蛇目に人の身にされてしまったのだ。そこで、あやつの腹中で剣を抜き、めった切りに切り裂いて出てきたついでに、九つの頭全部切り落としてやった。この時に流れ出た血が、木灘山北麓を流れる川を、三日三晩にわたって染めたそうなんだぜ。すご、どんだけ大量の血だったのかな。その当時には血染め川、今現在では染め川と、呼んでいるんだぜ。そこから川の名前が来てるんだ。退治されたクズ竜の霊魂は、村人たちによって長年を通じて、供養され続けるうちに、クズ竜権現として祀られるに至ったそうで、今では陣屋寺の仁王門に鎮座しているそうだぜ。内臓から切り刻まれて恨んでるだろうけど、ちゃんと祀られてれば問題なしね。ちなみに、加納山測地観測所の下には、王者柵とか蛇堀などと、呼ばれる場所があるそうで、かつて大蛇が生息していた場所だとも言い伝えられているぜ。もちろん、他にも日本全国各地に、竜を建て祀る神社仏閣は数えきれないほどあるんだが、
今回は時間もないのでこの辺で。さて、ここまで、日本は龍に守られているをテーマに解説してきたが、霊夢はどうだったかな？日本は龍と馴染み深く、龍にまつわる伝承や伝説が多くて面白かったわ。龍はかっこいいけど何よりも恐ろしく、敵にしちゃいけないと心の底から思ったわ。そうだな、古代神道や日本仏教によって、さらには何より民話昔話により、古来に龍は日本の大地に馴染み染み込み、いつしか海岸線が、現在の日本列島の形を整えていった、という想像も、もしかしたら、いつの日にか伝説伝承となっていくのかもしれないんだぜ。そうなったら面白いわね。ということで、今回の動画は以上となるんだぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価を、ポチッとしてくれたら嬉しいよ。よろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。